野見アリサのレイキュートッキング。皆さん、もうすぐバレンタインデーですね。バレンタインデーといえばチョコレート。好きな相手にチョコを渡して告白するチャンス。さらに相手の印象に残るようにチョコにプラスして渡せるお菓子なんかもあるといいと思うの。というわけで、今回はバレンタインチョコと一緒に渡せる超簡単に作れるカップケーキを作ってみようと思います。私はおじいちゃんに日頃の感謝を込めて作るよ。まずは完成予想図を作ろう。ここはこうして、できた。これなら喜んでくれそう。おじいちゃんはね、とってもね、まん丸で可愛い目をしてるんだよ。今日はキラッキラのトッピングをたくさん用意したから、おじいちゃんのふさふさのひげにいっぱいつけてあげました。どんな風にできるかな、楽しみ。おまけで今日はハート型の型もあるから、うさぎも作ってみたよ。早く作って渡したいな。作ったことないから緊張する。それではクッキングスタート。じゃあ早速、超簡単カップケーキの作り方を説明するよ。まずホットケーキミックスと牛乳、それからココアパウダーを用意します。私は今回飾り付け用にチョコペンとジャムとトッピングを用意しました。手順を簡単に説明するね。1、ボウルにホットケーキミックスと牛乳を入れて混ぜます。2、カップに移してチンします。終わり。ね、簡単でしょ。カップケーキの色を変えたいときはホットケーキミックスに牛乳を混ぜてるときに一緒にココアを入れてね。その後、好きなトッピングで装飾をしてください。みんなも可愛く作ってね。じゃあまずはボウルにホットケーキミックスと牛乳を入れよう。さっくりと混ぜ合わせるのがコツだよ。おお、いい感じ、いい感じ、いい感じじゃないですか。そしたらカップに移そっか。次はココアを入れて茶色のカップケーキも作ります。茶色い生地も完成。おお、なかなかうまくできたんじゃないですか。特にこの茶色とか、もうこのまま食べても美味しそう。あーって、チョコソースってどのタイミングで書くの？今かな、チンした後？でも今書けばチンしたら固まりそうじゃない？よし、書いちゃえ。目は優しくてまん丸で、髪は白くて、そう、おじいちゃんはね、この垂れ眉がすっごく可愛いんだよ。ふさふさの口ひげがふわふわなんだ。じゃあ次は白い生地を元に描くおじいちゃんの顔を描いてもらうよ。こっちのね、おじいちゃんはニコニコっとした笑顔でいくよ。おひげのチョコペンがなくなっちゃったから、こっちのおじいちゃんは黒いひげ。この若々しさ、おじいちゃんも喜ぶよ。はい、完成。よし、じゃあ最後にうさぎのカップケーキを作ってもらいます。可愛く作ってね。お、綺麗なハート、なかなかいい感じじゃないですか。可愛い。よーし、完成。あ、ほっぺた、ほっぺた、そうだ、ほっぺた、ほっぺた。まあ 3% ぐらいは似てるし、 3% ぐらいはいいんじゃないかな。じゃあ電子レンジでチンしよう。チンしたらなんとかなるよ。レンチン後がこちら。これはおじいちゃん、でもあのココアを混ぜた生地のおじいちゃんはまだ目がどこにあるかはわかる。あ、でもこれからトッピング、なんかジャムとかいろいろ乗せたらいい感じになるかもしれないから、やってみよう。こんなグロ画像、良い子のみんなに見せられないよ。しまってしまって、おじいちゃんはね、うまくいい感じになってるはず。おじいちゃん、おじいちゃん、なんかあの
こういうモンスターいそうだよね。モンスターとして見ればちょっと可愛いんじゃないかなって思うんだけど、どうかな。並べてみると迫力があって、うん、すごくいいと思うって失敗やないかい。今回は失敗しちゃったけど、バレンタインチョコにプラスして何かお菓子を渡すのはいいと思うから、ぜひやってみてね。よーのみやアリサでした。バイバイ。カップケーキ自体はいい感じに膨らんでくれたね。おいしそう。なんかゆるキャラ感あるしね。これをこのゆるキャラ感を生かしたままもう一度描いてみようかな。うん、さっきよりは可愛いかな。